どうも、あきともです。私は今、岡山県に来ているんですけれども、昨日ですね、岡山県の方に一泊しまして、今、ちょうどお宿を出てきたところです。で、今日、帰らなければいけないんですけれども、ただ帰るのも、もったいないので、ちょっと調べたところですね、岡山ブルーラインというのが、宿泊したところから近くにあってですね、で、とてもいい道だみたいな情報があったので、せっかくなのでそこを通って帰ろうかなと今思っています。で、ちょっと昨日はですね、雲がちょっと多かったんですけれども、今ちょうど見ていただけると分かる通り、お天気も、すごく良くてですね、いい景色を見ながら走れるんではないかなと思っております。で、その岡山ブルーラインなんですけれども、だいたい 3-40キロぐらいあるんですかね。で、いろいろな山の中を抜けたりだとか、橋の上を走ったりだとか、いろんなこう景色が見れるような情報があったので、とても楽しみにしています。で、例のごとく、朝の、今日平日なんですけれども、平日の朝を走るので、もしかすると、朝の渋滞ですかね、ちょっと早いんで微妙なところではありますけれども、なるべく気持ちよく走れればなと思ってます。さあ、ブルーラインの入り口まで来ました。これからブルーラインを走っていくようなので、楽しみながら、景色をですね、楽しみながら走っていきたいと思います。ちょうどお日様も雲から顔を出している状態なので、とても気持ちがいいですね。清水インターチェンジ、ここからがブルーラインですかね。はい、では、早速走っていきたいと思います。いますね。昨日来た時はちょっと雲が多めでですね、結構日が出てなかったんですけれども、この橋ですかね、なんかとても穏やかな風景が広がってますね。ちょうど今太陽に向かっているので、ちょっと反射してちょっとカメラ見づらいかもしれないんですけども、とてもいい風景が今広がっています。ちょうど今車とかも結構ばらけてきてですね、気持ちよく走れています。今山の陰に隠れて朝日が見えないんですけども、多分右側から朝日が差してくるような、差してきましたね。いやー、これは気持ちいいですね。でもこういう気持ちいい道を走れるとなると、今回ロングツーリングで700キロ近く走ってるんですけれども、そういった疲れも一気に吹っ飛びますね。いやー、これはいいですね。
ただ左右にちょっと田園といいますか畑が広がっているこののどかな風景がとてもいいですね。ちょうど交通量もかなりはけてきている部分もあるので今まったり走れています。いい風景ですね。これ多分道路が一段上に通っているので若干こう上から見下ろすような感じの景色になるのでとてもですねすがすがしい景色に見えますね。これからちょっと山あいを走っていく感じになるんですかね。